四角い形のおかげで車内が広い。ヒョンデ・サンタフェは全長4830ミ、mm、リメートル、全幅1900ミ、mm、リメートル、全高1770ミ、mm、リメートルある大型 u s v だ。トヨタランド・クルーザー・プラドと高さ以外はほぼ同じ大きさがある。新型の発表会で同社のチーフデザイナーを務めるイサン・ヨプ氏は、 先代からの変化ぶりを強調していた。確かに、くよかにカーブを描いていた面構成からの大胆な方向転換と言える。アウトドア文化の世界的なメインストリーム化にも触れ、それをスタイリングへ反映させたという。ちなみに、韓国のキャンパーたちは車中泊を好むらしい。外にテントを張る人は少ないそうだ。 このサンタフェは韓国ではすでにディーラーへ並んでいるが、グレートブリテン島では2024年の前半から販売が始まる。導入されるパワートレインは 1.6L ガソリンエンジンがベースのハイブリッド。プラグインハイブリッドもラインナップされる。最高出力などの数字は不明ながら 230PS 前後になるだろう。 トランスミッションは8速オートマティックが組まれる。どちらも現行サンタフェの改良版だという。英国での価格もまだ発表されていない。現行型は約4万3000ポンド、約795万円。体がおそらく上昇するはず。街中の景色を一変させそうな見た目のサンタフェは、 四角い形状のおかげで数字以上にサイズは大きく見える。そのため車内空間も広く実用性も高い。確かに少人数なら車中泊も余裕でこなせるだろう。インテリアには実用性以上の高級感。シートレイアウトは2列と3列を選べ。どのシートにも USB ポートとカップホルダーが用意されている。 最高列でも空間にはゆとりがあるが、必要なら2列目をスライドさせて広くすることも可能。エアコンの送風口も独立して設けられている。3列レイアウトの場合、2室は限定されるものの、背もたれがリアガラスへ迫るほどではない。テールゲートは大きく開き、荷物も積みやすい。プレゼンテーションの資料には、 開口部の幅も強みとして記載されていた。インテリアデザインは実用性以上の高級感がある。内装素材の多くは上質で、クロームメッキ部品の多くも、実際に金属のような光沢がある。一部、そうではないものも含まれるけれど、ダッシュボードは竹のような風合いの化粧パネルで飾られ、 上部にはインフォテインメント用モニターとメーター用モニターが一体になった。大きなパネルが据えられる。車載機能やエアコンには実際に押せるハードボタンが用意されている。フロントシートの周りには収納がふんだん。背もたれを倒した姿勢がお好みのドライバーには、センターアームレストの位置が少々後ろすぎるかもしれない。 リアドア後方のピラーにはカバーが倒れグラブハンドルになる仕掛けも隠されているルーフキャリアへ積んだ荷物を降ろす時に有用だそうだ駆動用モーターだけで想像以上に長く走れる試乗車は 1.6L4 気筒ガソリンターボエンジンに電気モーターが組み合わされた プラグインではないハイブリッドの全輪駆動だった。内燃エンジンだけで 180PS を発揮するが、駆動用モーターの最高出力はまだ非公開。4輪駆動も選べるという。エンジンノイズは少々荒っぽいものの、ボリューム自体は小さい。プラグインではないにもかかわらず、 想像以上に長時間モーターだけで走れることには驚いた。8速 AT は変速を感知できないほどシームレスにこなす。例、時速 100km 加速は9.5秒で、大型 SUV としては十分。最高速度は時速 189km が主張されるが、そこまで早く走ろうと考えるドライバーは少ないはず。 試乗車のタイヤは18インチの23560というサイズでサイドウォールが高く乗り心地は柔らかめ。だが速度抑止用のスピードバンプを通過すると足回りがぎこちなく動く様子が伝わっていたため体型ホイールでは快適性へ顕著に影響が出そうだ。ステアリングは セルフセンタリング性が強い。実用性重視で設計され、操縦性に優れるとは言えないだろう。燃費は、カタログ値で 15.2km パーリットルが謳われる。今回は、複合的な条件を走らせて 12.7km パーリットルを記録した。2225kg の車重を考えれば悪くないものの。 ディーゼルターボの方が経済的なことは事実。日常的に長距離を走らないなら、プラグインハイブリッドが公的だろう。資料深くデザインされた有能な大型 SUV。スクエアなスタイリングへ目が行きがちだが、新型サンタフェは資料深くデザインされた有能な大型 SUV だと言える。 ターゲット層を明確に定め。何が必要とされているのかしっかり考えられている。車内は広く収納やサブ、ポートもふんだん落ち着いたインテリアでリラックスした移動を叶えている。英国価格などは今後明らかになるが、ヒョンデらしく競争力の高い数字になることは想像に難くない。 広いファミリー層へおすすめできる SUV になるのではないだろうか。ヒョンデ・サンタフェ1.6ハイブリッド、韓国仕様のスペック。英国価格約4万7千ポンド、約869万円予想。全長4830ミ、mm、リメートル全幅、1900ミ、mm、リメートル全高17、mm、1770ミリメートル。 最高速度、時速 189km0、時速 100km 加速、9.5秒。燃費 15.2km パーリットル。CO2 排出量、150G、トル。車両重量22、2225kg。パワートレイン、直列4、気頭 1598cc ターボチャージャー、プラス電気モーター。 使用燃料ガソリン最高出力 230PS システム総合挙装最大トルク 35.8kgmM システム総合挙装ギアボックス8速オートマティック前輪駆動